こんにちは、タンタンです。今回はスピニングポールで肘を使った体幹トレーニングのようなトリックに挑戦いたしました。お腹に力を入れていないとスルスルっと落ちてきてしまいます。あちこち痛かったですが頑張りました。ではご覧ください。You can't.
後ろに付けていいよ。そう、全然綺麗。で、この状態で一回左足まっすぐ天井伸ばすね。綺麗。で、今逆転する。イエーイ。で、そのまま右で横開脚して。はい、右手でキャッチ。もっと胸開いて、もっと胸開いて。はい、で、上の、そう、肘かけて、はい、足滑らして、よいしょ。もっと足首の方がいい、もっと足首の方がいい、もっと足首、足首、足首どこ？そう。はい、で、今、イエーイ！イエーイ！で、今行きます、せーの！両膝曲げていくよ、イエーイ！肘だけだと今みたいな感じね、ここに全部体重乗っちゃうから入った瞬間にすぐ背中で押して、あ、そう、背中でも結構押す、そうですね、そうそう、じゃないとここ痛い、痛い、全然違うでしょ、足首も、そう、頑張れ、はい、thank you.
後までご覧いただきありがとうございます、両肘でポールをロックして膝を曲げるトリックは、膝を曲げる瞬間に肘が緩んでしまって、最後肘で止めたかったのですが、ここで止めてしまったので、血の塊の山が2つできております。痛いです。お、頑張ってるなと思っていただけましたら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。次回もまたいろんなトリックにチャレンジしたいと思います。タンタンでした。